ロケが行われたホテル奥、道後、高知城の店主、仮面ライダー V3 対デストロン怪人は、1973年7月18日に、東映漫画祭りの一編として公開された、東映の中編映画作品。カラー、シネスコ、上映時間は32分。日本列島を変身ブームに包んだ仮面ライダーの続編、仮面ライダー V3 の、 劇場オリジナル映画。同年3月の東映漫画祭りの春工業では、テレビ本編のタには、ダブルライダーの遺言状をシネスコサイズにトリミングしたものが上映されたが、劇場用完全オリジナルとしては本作品が初となる。平映、hey! のアニメ作品、マジンガー Z 対デビルマンを意識してか、決定公脚本は V3 対ダブルライダーと題されていた。 公開当時のキャッチコピーは、ついに来た、全面戦争の時受け、戦え、三人の仮面ライダー。テレビ本編、第2話で退場した仮面ライダー1号2号が、本編に先駆けて、再登場した。素顔では登場していないが、藤岡博と佐々木剛が声を担当している。ロッケは、四国を中心に観光され、日本高速フェリーの大型フェリー。 サンフラワーや、クルシマドックのリゾートホテル、ホテル奥道後とタイアップし、奥道後バスや、クルシマ、ドックなどの関連施設、高知城など四国の名称を織り込んで行われた。当時は仮面ライダー人気が好調で、作品知名度も高かったため、白バイでパレードを組まれたこともあった。このロケは、同行医局のストーリーによって、 テレビ本編の第20話、デストロン四国占領作戦や第21話、生きていたダブルライダーと同時進行で行われたこともありギロチンザウルスやドクバリングもは映画、テレビにまたがって登場する。了解人とも本来は大砲バフファロー同様映画用の深海人として用意されたが放送局側との取り決めによりテレビに先行登場する形となった。 本作品での四国タイアップロケは、そっくりそのまま同じ形式で、秘密戦隊ゴレンジャーでも、テレビ本編と劇場版のロケ順路として使われている。テレビでも参見される火薬による、大規模な爆発は、本、室戸岬を舞台とした、無人島基地の撮影は、地元の網元の孫が、V3 ファンだった縁もあり、漁業共同組合の許可を得て行われたが、あまりの爆発の勢いに、 海岸の地形が変わってしまったほどで、助監督の長石高男も、音と衝撃波が凄まじいものであったことを、10回しており、担当官庁から叱責を受けたという。また、来島、ドック内での爆発撮影では、近所の民家から通報される騒ぎとなっている。ここまで、大がかりになった理由は、軽トラック一杯に用意された火薬が些細な、 運転ミスで大爆発事故を引き起こしかねず、持って帰りたくなかったからすべて現地で使ってしまったためだという。最終決戦のロケは四国ではなく、大梅市の採石場で行われた。四国ロケに運ばれた怪人のスーツは、大砲バッファロー、ギロチンザウルス、毒針雲の3体のみであり、ドクトル G 役の千波み太郎も同行していない。原子物理学者、 沖田哲夫博士は四国山脈の山奥で幻の超放射能元素と言われたサタンニウムを発見した。それは原子爆弾の原料に使われるウラニウムの数百倍の放射能を持つ特殊な鉱石だった。悪用を恐れた沖田は東京への帰路でフェリー、サンフラワーからサンプルの鉱石を海に捨てようとするが、それはデストロンの狙うところとなっていた。 沖田は功績ごと黒服の男によって和歌山県勝浦沖で拉致されてしまう。風見白と立花東兵は勝浦沖のデストロン無人島基地に向かって沖田を救出したが彼は怪人大砲バッファローに殺されてしまう。やがて白と東兵は玉、ま、純子やシュウェルと共にデストロンを追って四国に向かいそこを舞台に 仮面ライダー V3 とデストロンの戦いが展開する。さらに、オーストラリアでデストロンと戦っていた仮面ライダー1号2号が帰国し、V3 に加勢する。大砲バッファロー本作品のための新怪人。バッファローと大砲の機械合成怪人。両肩に2門の大砲を備えている。単独で砲撃できるが、最終決戦の際には戦闘員に弾込めをさせていた。 バーほとなく。三人ライダーとの戦闘で、自身の攻撃で、再生怪人軍団を失い、三人ライダーを体内にある自爆用の爆弾で道連れにしようとするが、ライダーダブルキックと V3 キックの連続攻撃を受け、爆死する。漫画、仮面ライダー11戦機ガイストの再生強化怪人として登場。OVA、仮面ライダー SD グモ男やテレビ映えと共に、 雲の巣性でバトルライダーズと戦う。毒針雲黒服の男に姿を変え、フェリー上で沖田博士を拉致。デストロンの無人島基地に連行した。さらに、鉱脈の地図を追って四国各地を暗躍する。仮面ライダーを狙った大砲バッファローの砲撃を浴びて、粉々になった。テレビ本編のように腕の注射器を使うシーンはなかった。 ギロチンザウルス毒針雲をエゴして、ホテル奥道物に敷き晴れ殿に現れる。再生怪人軍団上機の映画オリジナル怪人以外のデストロン怪人。三人の仮面ライダーと戦ったが、大砲バッファローの砲撃の巻き添えを食らって全滅した。以下はクライマックスでの名乗り順。とえ、仮面ライダー V3 作詞、石森翔太郎、作、編曲、菊池俊介、歌。 宮内博士、ザス・ウィンガーズ、V3 のマーチ作詞、伊上正、岡俊夫、作、編曲、菊池俊介、歌、水木一郎、コロンビアゆりかご会いずれも、東映ビデオより発売。2019年8月11日から同年9月10日まで、東映特撮、YouTube オフィシャルにて、夏休み特別企画として1ヶ月限定で、無料公開された。 ありがとうございます。